L350 担当カスタム。今回ねバッテリー上がり、でバッテリーね充電してね、まあ、テスト当てるとね 12.6 からねどんどんね下がってきます。下がってきました。まあなのでね、まあ、オルタネーター交換していきます。今回はねもうバッテリーねターミナル抜きます。でバッテリーがねいける場合はね、まあ、外さなくていいんですがね、今回はねバッテリー外してねちょっと充電かけます。本来はねマイナス抜いてね外しておいてください。でね、多分ねこの上からね外れるタイプなのでね、このダクトね抜いときます。こんな感じです。でベルトはねいけるのでねそのままね使います。まずねこの銃にねアジャスターのね銃にね緩めときます。めちゃくちゃ硬いです。六角のねボックスに変えました。よいしょ。で上げてね下からね、まあ、配線先抜いてね、それから下からのボルトね抜いていきます。上げてね後ろか、まずねキャップの透明ですね。こいつはね配線の位置決めの出っ張りがないのでね普通に緩めます。で締めた時はねこの位置になるようにね回るのでね合わせて締めてください。ちょっとね今エンジンかけてたので熱いです。バッテリー抜いてるのでね大丈夫です。こいつがねバッテリーと直接つながってるのでねバッテリー抜かないとねショートします。セルモーターもねこんな感じのゴムがついてねナットで外すタイプになってます。カップラーはね真後ろですね、真後ろ押すとこあるのでこれねちょっと両手でね外します。あんまり押さえすぎるとね割れるので適度にちょっと抜いたとこ行きます。簡単にね柔らかくね押して抜けるんですがね割れる恐れあります。で次はねこの角度からハンドル切ってね見ていくとねここね14のボルトあります。今回ねベルト変えないのでね膠着してカバーねつけたままいってます。でこのボルトを緩めるとねベルトがね外れます。よいしょ、あ上あんまり緩めてなかったな。よいしょ、で上側に来ました。でベルトがね引っ張ってもこいつがね動かない場合はねちょっと緩めが足りませんでした。それでもダメな場合ねここにねボルトあります。緩めると動きます。まあベルトはねとりあえず一旦ね外しておきます。で下のボルトを外してねこれねステもねやっぱり外さないと取れないかもわからないんでステねとりあえず外します。工具ね12です。
とりあえずね、外れる手前ぐらいまで止めときます。で下のね14のボルトね外します。下14ボルトで上はね12です。ここをね外すんですがね、もうオルタネーターがね上がね外れてるので下に下がってこようとするのでね、両手で持ってね外してください。ちょっとね抜いたところからいきます。下から持ってね抜きました。ボルト長いのでね注意してください。でここをね持たずにねインパクトとかエアラチェでね外さないように、こいつ潰したらね次つけれなくなるのでね注意です。でアクセルワイヤーはねちょっとねかわしておきます。あとはねちょっと持ち上げながらねこの捨てのところをね外して、捨て腰いけると思うのでね、よいしょ、ボルトはこれボルト一緒に抜けるかな、よし抜けへんね。とりあえずね捨てをこれ外します。でブラッと刺してね外れるかちょっとやってみます。よし、ステをブラッと刺して、よいしょ、よっこらしょ、いけるかな。でねオルタネーターのねちょっとねちょっと熱いんでねちょっと説明、今ステをブランと刺して、でねこれね端子を上にしてね、よいしょ、よいしょ、こんな感じでね上にしてねすればね一箇所ねこう外れるとこあります。こんな感じで外してください。でダメな場合はねこんな感じでちょっとだけねエンジンマウントねこじてください。今回ねこじずにいけました。オルタネーターねいきました。とりあえずね同じです。じゃあね外した位置ぐらいでね入れていきます。この端子が上にね行くようにね、簡単にね入りますね。まあこんな感じでねこのアジャストのステねボルトね仮止めしました。ここ動くようにねちょっと緩めといてください。ボルトがね長いのでねグッとね中に入れてください。でオルタネーターはね持ちながらねある程度動く程度ね手で締めてください。で次にねベルトですね、ベルトのねコマをねきっちり入れてください。でちょっとね回転させてね回るかね確認してください。でオルタネーターね動くような状態でねまずカップラーですね入れます。で次にねこのバッテリーからの配線ですね、でこの配線ね締めるときにねグッと上に上がるのでね軽く手で持ちながらね締めてください。これねちょっと締めたところからいきます。でちょっとね動画撮れないんですがね
このベルトね、このタイプのベルトね、真ん中にちょっとね、こう針があって芯がある程度でね止めといてください。あんまりきつくね貼りすぎないようにしてください。ちょっとね緩めにね貼ってます。で、後で泣いたらねまたね調整します。とりあえず下をねまた調整できるようにね軽く締めてバッテリーつけてねエンジンかけるところからいきます。バッテリー組み上がってねベルトもねちゃんとかかってるかね確認しました。じゃあねエンジンかけていきます。5分ぐらいねエンジンかけました。 14.23 ライトつけてね 14.18 17 17。ライトつけてエアコンつけてね14.04。ライト消してねエアコン切って 14.2。 あとはねちょっと診断チェックして、でまあ初めにね診断チェックしましたがね診断はね異常なしでした。30分ぐらいかけてエンジン切ってねちょっと冷ましてからねベルトの針をね確認してからね、で最後忘れずにねダクトねつけて作業ね終了です。動画はねここまでにします。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。